何万回聞いてもほんま1000円とかしか入ってこないですよ。おいおいって。だったらこういう現実なんだって思ったら、俺今日リリースしたんだけどもうちょっと心象良くしましょう。ああそうか。変な音になるけん。マジか。一瞬で。それも音にしてちょっとこの道は。そう。だけど当然そのコンプとか EQ とかその辺は後で絡めます。だけどそれを検証した上で音と変わるよとか。だってマスタリング前にさ。よろしくお願いします。あけましておめでとうございます。ちゃんとなんか俺の美味しいところ残してくれてるあたりもね、ちょっとともやすくんの性格、うん、静かに始まるんです。そうかな。これは取り直した方がいいのか、そっちでタイミングを。はい。パッシブ直で言っとるので、うんうん、EQ はすいません、お待たせしますふるさと懐かしいあの日なくした明日のまず聞かせてください。はいはい。なのでなんか動き少なくできれば、おじいちゃんみたいな。あ、なるほどね。子供のおじいちゃんみたいな。それはあるので、寛容になってくる。ただ、俺家でもコード組むときにやってたんですけど、ピアノとギターのぶつかり方って、アコギそんな音量いらないと思うんで、その2の A に入ったときにパッてアルペジオが聞こえるなぐらいなところで、本来の役割は終了だと思うんですよ。なるほど、アコギは。うんうん、あそこスタートっていうのは欲しいので、うんうんうん、すみません。了解了解、それ言っておきます。ありがとうございます。いや、ほんまにありがとう。いえいえ、それもよろしくお願いします。気をつけて。はい、ありがとうございます。失礼しまーす。その中でその生きる力がないからっつって、うん、その人生諦める人よりも、うん、その何ですか、金がないからやばいどうしようとかの方がまだ生ぬるい悩みなんかなって思ったりするんですよ。だからそんなに深くは考えてないです。もちろん皆さん家庭があって生活があるから最低限のこう稼ぎをしないといけないのは分かるんですけど、そう、それと音楽を奏で続けるっていうのはまた別の話で、音楽って別にお金かけなくたって配信できる時代じゃないですか。だからやり続ける、それは何のためかって言ったら、もちろん自分のためにもなるんですけど、その前にそのどっかで誰かがこの音を聞いてくれてるだろうっていう
こう1ミリでもいいからその希望をこう捨てないでミュージシャンは弾き続けないと、それが誰かどっかで聴いてくれてる人のためにもなるし、それが最終的に自分に回ってくるんですよ。でこの人の音楽聴きたいって言ってからオファーが出てくるかもしれないし、あとあとの計算なんてどうでもよくて、そのこの今この瞬間でもあの死にたくなってる人って多いんですよね。やっぱり気持ちはわかるんで、だから何かこう一歩でも前に進んでほしいというか、後ろめたさばっかり考えてたら本当にあの嫌なことばっかり考えたらキリがないんで、ね、少しでも楽しいことを見せてみんなにこう、わあ音楽ってすごいねって、音楽でこんなに楽しめるんだってみんな言うじゃないですか。今日のベースだっていやもうさ、うわめっちゃいいとか言うじゃないですか。これだけでも心満たされるんですよね。その瞬間ってすごい大事なんですよね。僕らにも刺激になるし、ご本人にも刺激になるだろうし、なかなかこういう音楽も奏でられないとかもあるし、僕も山本さんとまさかこうなって共演できると思わなかったしっていうのも考えたら、広島も捨てがたいし、だったらねみんなで楽しくすればいいじゃないですか。お金のことは後ですよ。ミュージシャンで金持ちなんかいないですから、みんな資格してるんですから、ね、だから頑張りたいですね。はあ、いい作品出来上がるみたいな。もうすでにこういいあの予感がするんですけどね。なんかお金かけるのがいいわけじゃないけど、その分情熱傾けて頑張ってやればうまくいくと思います。だから描こうこの地球にある物語はいつでも笑顔にたどり着く。シェイシェイヘイヘイシェイヘイ。あの日なくした景色は僕の中で輝いてる。誰にも消せない地図を開いた。明日を作ろう。一人じゃない。そう。いつも今も明日に向かおう。一歩ずつでいい。そばにいるから未来は君からつなげてく。夢に向かって橋を架けよう。だから歌おう。一人じゃない。そう。いつも今もだから見つめて立ち止まることを選ばないで。雨も風も光もすべて君の味方さ、僕も味方さ、ずっと。だからつなごう。一人じゃない。
いつも今もだから描こうこの地球にある物語はいつでも笑顔にたどり着く僕が信じる君を信じて雨も風も光もすべて僕も味方さずっと痛むけどまでをダブルでダブルでいきたいです。あ、ごめんなさい忘れた。に向かってはい、ありがとうございます。だから歌を一人じゃない、だから歌をね、裏メロというかハモ裏が欲しいんですけど、まだ考えてないんで後にします。はい、これですね。今から、弦楽器ですね。弦楽器4人来ます。弦楽器ストリングスの録音があります。これ414ですね。 AKG と書いて赤毛って読みます。これちょっとこうギラついた音がいいですよね。でこう上からも撮る空間ですね。そしてこれ、これも赤毛です。はい、赤毛ですね。こちらもですね。はい、ありがとうございます。お受けします。1時までは来るなって言っとるけど。そこで、まあ、僕としてはそのお涙頂戴を欲しいわけじゃなくて、さっき足したやつ、そうそう、ニュアンスとかちょっと違う感じだったのでですけど、アクセントついてるところがあるじゃないですか。歌うっていう気持ちを忘れずにこうミュージシャンの方々にねやっていただければいいかなと思ってます。あの質問とかあれば全然言っていただければありがたいですね。顔がでかいですね。顔でかい、ちょっとテカってますね。はしゃぐこと Thank you.
だいぶ変わりましたね。びっくり。こんな変わるもんなんだ。で、あとはやっぱり肉もさん次第ですね、うん。ここでちょっと生入ると変わるんかな。いや、でもカットすればいいんだよ。今大きい件ですよ。あ、まあまあ。それでまとめて映像にも流します。ちょうど時間あるから僕のヒアリングがっつりしてもらって、じゃあお願いしますって言って、あのできた曲なんですよ。瞬間にバッてマイクに切り替える。ああ、なるほど。いいっすね。その方がなんか前のバージョンと違うじゃん。確かに。で、あのストリングスと合うかなと思って。あとは。あといいね。本当？いや、うん。今からレコーディングしまーす。いや、すいません。はい。はい。風のな、はいはい、大丈夫ですはい、風の中海が見える街、僕のふるさと、はしゃぐ子供たち、挨拶する声が聞こえた。消せない記憶が胸に、傷跡になり痛むけど、僕らは未来へ歩き出そうか。だから繋ごう、一人じゃない、そういつも今も、だから描こう、この地球にある物語は、いつでも笑顔に
たどり着く僕が信じる君を信じて、だからつなごう、一人じゃない、そういつも今もだから描こう、この地球にある物語はいつでも笑顔にたどり着く、僕が信じる君を信じて、電車に揺られてたどり着く僕のふるさと、木立を歩けば外れの音、耳に懐かしい、あの日なくした景色は僕の中で輝いてる、誰にも消せない地図を開いた、明日を作ろう、一人じゃない、そういつも今も明日に向かおう、一歩ずつでいい、そばにいるから未来は君から生まれてく、夢に向かって橋を架けよました。なんとなく分かりました。はい、情景がね、
そう、情景が見えればいいんですよ。そう、はしゃぐ子供たち、挨拶する声が聞こえた。消せない記憶が胸に、傷跡になり痛むけど、僕らは未来へ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ニコモさん、すいません、ありがとうございました。こんなところでお気をつけて。あ、あっちで聞きます。確認しに行きます。すいません、なんかいろいろと。マジックはないです。いやいやいや、風さんでお任せします。1にしますもん。